さあ、やっていきましょう。もし清シリーズパート58回ですね。もしも清宮が4番でスタメンを張り続けたらどうなってしまうのか、シリーズ3年目の7月前半分です。いやー雨です。こっちも雨だけど、焼き付く内では雨ですけど、こちらの世界、現実世界ではね、ちょっと九州のあたりが結構豪雨で大変なことになってます。はい、そんな自分ですけども、今回ね、トンネルズの石橋貴明さんのね、YouTube にね、触発されて、俺もあれみたいなのやりたいなって思って、思いつきました。はい、ほら、上にほら、これ。吹き出しを出して、てれーん。てん。はい。はい。清宮のね、この前回から、パート57から58までの間の2週間の清宮の打撃成績をこうやってつぶさに確認していくということができるというね、新システムを導入しましたよ。これでね、ちょっとまあ、動画冒頭ですけどもね、ちょっとまあ追っていきましょう。清宮のここのところの動向をね、6月23日、日ハム戦5対11で負けてる試合、まず出場なし。出場なし。次。6月24日。これね、日ハムまだ負けてますけども、清宮1本ヒット打ってますね。で、その次の試合、6月25日、8対5で負けてるこの試合も出場なし。出場なし多いですね。本当か？ちょっと怪しいな。調べます。やっぱないっすね。この3試合でヒット打った24日以外は、出場なしが2回か。ちょっと冷遇されてない？次。はい。6月26日からの日ハム戦。代打でしょうね。ちょっと成績寂しくないですか？ 6 月26日、日ハム対楽天、1-7で負けてます。この試合、ショートフライ。6月27日、4対18で楽天にボロ負け。この試合、中飛のみ。6月28日、日ハム対楽天戦。この試合はね、久しぶりに楽天に勝ってますけども、5打数ノーヒット、5タコですね。次。で、6月30日からは、ソフトバンク戦ね。今、パリーグはね、同一カード6連戦っていうのをやってるんですね。まあ、コロナ対策の一環ですね。やっぱ一つの地域に移動して、そこで6試合やるっていうことをすれば、移動での感染リスクを減らせるのでっていうことなんでしょうけど、ソフトバンク戦ですけどね。まあ、6月30日は引き分けなんですけど、3試合、3打席経って、2ゴロから3、3ジャヒ。これ代打送られてるんじゃないかな。実地であれなんだね。代打送られてるか逆に途中出場かってとこでしょうね。で、4月1日。これ日ハム対ソフトバンクですけど、これ負けてます。ただ、長打は1本です出てますね。ライト2ベース。そしてフォアボール。ここはいい。ここはいい。で、7月2日。8球で負けてます。が、つまりここね、引き分け、負けなんですね。で、ここでホームラン1本出てますね。今シーズンの第1号がここに飛び出しております。はい。はい。次。もうこれも、直近の3試合。7月3日。ソフトバンクに1-4で負けてますね。弱くないか今年の日ハム。弱いですね。はい。フォアボールの後、三振、三ゴロ三振。ちょっとね、三ゴロがよろしくないなと思うな。まあ、三ゴロがっていうか、まあ、引っ張れってはいいってもんだよな。もうとにかくゴロが多いね。三振、ゴロ、三振で、次の試合出場なし。で、4月5日。この試合は勝ったんですけども、東ゴロ、ユーゴロということでね。ユーゴロ、東ゴロですね。で、今シーズンの清宮。ここまで、打率、0割8分0厘、ホームラン1本、打点3、出塁率1割7分9厘。これはどうだろうな、監督としても。特に出塁率1割7分9厘っていうのがちょっと気になりますね。打率が低いのはまあええよ。出塁率がな、低すぎちょっと使いにくいよね、この選手はもうね。ホームラン1本はまあ、ホームラン1本出たのは良しとしたとしてもですけどね。清宮頑張ってほしいんですけどね。やっぱこうやって清宮シリーズで目打ってやってるだけにね、頑張ってほしいんですけど。これ出しておきます。上出しておきます。今シーズンの清宮。出しておきます。
邪魔？あ、まあまあまあ、そんなに邪魔になってないよね。そんなに邪魔になってない。まあ、そんなに邪魔になってないけど、まあまあ邪魔って感じだ。翔太投げさすか。あ、負けましたね。ガンちゃんか関根か。関根でしょうね。松坂に普通に勝てる関根ってすごくない？ちょっともうちょっと大きくするか。この今シーズンの清宮のところ。もうちょっと大きく。あ、違った。こっちじゃなかった。こっちか。あ。これをこう。こうですね。あ、でもこうするとあれだ。あれですね。ちょっとはみ出ちゃいますね。いたしかゆし。まだまだ試しながらね。配信かという試しながらっぷりですね。ちょっと見苦しいか、このね、このこれがね。やっぱ戻そうか。うおうさおうしとるな。はいはい、こんなもんでしょうかね。まあ手探りで実況しております。ドーンってドアの音が結構深夜に撮ってるんですよね。ドーンドアの音が怖ー。テレテテね、ドアのバターンって、よ、壁の横はドアなんでね、バターンって出すんですけどね、それをいちいち編集でカットしてもいいんですけど、まあ、もうめんどくさいなっていう。編集でカットするのもめんどくさいな。でも手放す気がないぞ。近所の子に。よし。なら、一層練習に励むしかないな。青山翔、翔弘。増えたっけこれ、人数。増えた？増えてない？まあ、外人とりあえず、増えてないかもしれないけど、一通り見とこうか。一通り見て、まあ、取るべき選手はいないよね。いないよね。まあ、取りゃ活躍するんだろうけど、この選手とかもね。ただもう、うち外野飽和してるんでね。まあ、今シーズンの補強はもうこんなとこでしょうね。で、新人の方ですけど、こっちがね、こっちがなんとも言えないな。宮田が来たけど、宮田か、大悟か、って言ったら、まだ、実は、宮田の方が書く可能性があるんだよね。いや、どうかな。いや、任せない。指示する。この選手、この人は世間話でいいと思うんだけどな。力強いというか、あっさりというかっていうのは世間話のような気がするんだけどな。このままだとね、負けちゃいますね。ロッテに取られちゃいますね。取られちゃうっていうか、まあ、こっちが強奪なんだけど、まあ、お金6億あるんで、監督を変えたい。この地域がひどすぎる。大沢親分おるやん。ほー。よし。ハムにゆかりのある。大沢啓治、皆さんご存知ですか？もうね、大沢親分にします。関東第一主義って書いてあったな。大沢親分といえば、ね、日曜朝のサンデーモーニングでね、日曜朝のサンデーモーニングといえば、今現在、張本さん、ハリーさんだけがね、まあ、固定のゲストとしてやって、固定として出てきてて、あとはね、毎回週替わりでいろんなゲストを呼んでるんですけど、それ以前はですね、ハリーと大沢の親分だけだったんですね。大沢親分、つってね。和服着て出てきて、カーッつって。カーッつっていうのはあんまり大沢親分言わなかったけど、ね。が、日ハムの OB なんですね、実はね。ということで、大沢親分を監督に迎えてやっていきましょう。まあね、大沢あかね
ですよ。知ってます？大沢あかねですよ、そういえば。あの、劇団ひとりのお嫁さんのね、大沢あかねのおじいちゃん。大沢啓二さんですね。あれあれちょっと良くないな。うん。まあ結構あの、厳しめの監督だったような気がしますよ。大沢啓二。大沢啓二になってから負けてない？大丈夫かな？まあ、多分ね、監督変えたことによってね、うちのチームちょっと盗塁数は減ると思います。盗塁数は減ってもまあかな。まあそれでもね、前回みたいなひどいことにならんとは思う。相川と張本、橋本、タスク。これはサメ取りでしょう。バリいらんよ、別に。いらない。いけない。バリなんかいらないっす。上、清宮の今シーズンのここまでちょっといる？いるかなぁ。いらんかもしれんな。いるかこれ。いる？ゲームの方の、なんかあれにした方がいいかもしれんな。ゲーム中での清宮の成績みたいなのした方が。これゲームじゃないもん。現実だもんな。現実変えとくかな。現実清宮。おお、ついに、息を吹き返したな、うちのチーム。坪井5打数3安打。小笠原5打数2安打。新庄6打数4安打、7打点。いやー、うちも打ったりだな。やっぱね、うちのチーム、ビッグバン打線ですから。投手陣は、とりあえず、脇に置いといて。打って打って打ちまくる。そんなチームを目指していきたい。いやー、新庄の打棒が爆発してますね。どのあたりからどう選手をどういう風にこう。またもう雨が多いな。せっかくなんで給料設備でパイを増やすとかしてみる。いや、天然仕事で修理しとこう。せっかく開いたんで修理しとこう。球場を大きくしようかな？この辺りで、スタジアム。これちょっと、長めになってますかね。そんなに長くないか。増築したい。4億ですね。2週間で。どうしよう。しとくか。しときましょう。これ実はね、一番あの初期の状態の球場は一番あの収入が多いんですよ。収入が多いというかその収入比率として多いみたいな。実は。あの維持費とかとの兼ね合いでね。一番維持費修理費考えたら一番初期値があれなんですけど。まあ、いいけど良くないみたいなところかな。一見良さそうであんまり良くないみたいなね。勇気あんまり勝てないな。調子いいのに。で、ガンちゃん。で、ガンちゃん。で、うちのスーパーエース、関根絶対勝つな。関根絶対勝つし。清宮さん出す1やんな。まあ、まあ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 。あの、上の清宮の成績見たら、ようやっとる。もっと頑張れ、清宮。ただまあね、うちのこのゲームの清宮は早熟タイプにしてるんで、まあ、清宮はまあこれからね、これからの選手ですよ。まだまだ3年目とはいえ、ね、これもからの選手。まだ打率0割8分0厘だけども、現実の清宮はこれから上げていく可能性もある。上げていくっていうか、まあ10年、20年やっていく選手なんでね。清水明義。何があった？てってん。あ、4月2週後半ですね。
嫌なことがあったってだけ、メールもよこさずに。ちょっとグラウンド見ておきましょう。最初に見るべきだったんだけど、雨で見れなかったんでね。ちょっと状態を、選手の状態を確認しておきましょう。二軍でね、島田走らせてるのはちょっと気にかかりますね。平下ここでいいの？本当に。いいんでしょうか。まあ、あとはまあ、こんなもんでしょうね。外野をちょっと少なめで。中田をどうだろうな。体力にしてるけど。体力にしてはいるけれど。結構みんなコーダを上げてるね。まあ、いっか。野口はキャッチャー、王健生。この選手は体力、力を上げてますね。力で良かった気かな。自信ない。相川は力、肩があるね。まあ、こんなもんでしょうね。もうバシバシ投げろって感じになってますけど。例えばこの、矢野あたりとかは、体力トレーニングでも良さそうな気もしますけどね。ストレートに球切り替えています。館山は、まあ変化球にしてるけど、まあカーブなぁ。ここらで、ストレート磨いてみますか。ここらで。まあいい感じじゃないのかな。清水、144キロ。OK! これでいこう。気になるのはね、こういう、ショーダあたりかな。142のストレートでカーブとチェンジアップだけっていう、このピッチングスタイル。よう、今まで通用してると思うよな。通用してないか。もっと球速欲しいね。140後半ぐらいのストレートが欲しい。ショーダに。清水投げさす？もうちょっとだな。万全の。いやもう清水は最終で投げさそう。3カード目の一番最後。うお！うちも打ったり14点。うちの打線ほんと調子いいな。小笠原さん3本。新庄。そして清宮3本。3安打1四球。そしてオバンド3安打2打点。違う、3安打2打点じゃない。3安打で2本。この試合は岩本でしょうね。調子がいいんでね。調子はいい。しかし体力は少ない。こういう時ダメですね。こういう時ダメですね。矢野もひでえな。ちょっと調子落としてます、清宮が。でも清宮を4番から外すわけにはいかない。うちのチームのもうジレンマみたいなところがある。清宮を4番から外すわけにはいかない。これ、こうしよっか。こうしよっか。ちょうどいい感じにしようか。はい、見ていきましょう。試合観戦ですね。マリーンズ対ファイターズ18回戦の模様をお送りします。18回か戦の模様をお伝えいたします。これ実はですね、ここのところはこの吹き出しのところなんですけど、ギンプで別に描画しているんで、フリーハンドで描くことができるんです、イラストを。でも、ちょっと今、ギンプちゃんの調子があんまり良くなくて、ギンプではペンタブの調子が良くなくてですね、描けるんだけども、こうです。なんかセミの音みたいな、セミの鳴き声みたいな音が入ってない。気のせいかな。気のせいじゃない気がするな。落書きしてる間に。すげえセミの音が聞こえる気がするんだが、セミの音大なんだ。セミの音がだいぶ聞こえてくる。
ダイナティックって言おうとした。これ走れるんじゃない？投げた、打った、取りました、二塁へ送球、二塁へ。あー、まあ走らせてもね、キャッチャーが橋本が清水だってことを考えるとまあ厳しいかな。これはセミの音みたいなのがずっと聞こえるな。じわ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 。清水か、清水正美か。そういや、まあセカンドゲッツ取って、まあ、1点取ってるんでね。ちょっと田中健介もうちょっと出てほしい。小笠原、まあどうだろう、ヒット出るかな、出ない。新庄のところで、あ、ヒットですね、スリーベースですね。さあ清宮だ。いや完璧いや完璧。あれ、いいんじゃないですか。これがうちの清宮ですね。もうから勝ったな。特に面白くもない試合をお見せすることになったな。落書きでもしたらそっか、ヘノヘノもへし。ペンタブの調子がね良くないんでね、ここにこういい絵を描くってこともできないですね。マウスに今描いてます。ヘノヘノもへマウスじゃね、描けないね。上手に描けないですね。一回消そう。ほい、はい。あ、ちょっと今ピンチだ。さあ、ノーアウト一塁二塁のピンチでしたけども。ボール。かけるけど、かけるけど、シミス。あ、マウスじゃちょっとね、字がね。ゲッツーじゃねえか。ゲッツー、清水ゲッツー。ああ、のんびりした実況だな。小笠原、ヒット1本、誰か 1本ヒット打って、清宮の打席を。いやー、いやライトフライ。これもう5回投げたから変えてもいいぐらいだな、清水。ピッチングしとる。ピッチングしとるよ。ここで変えるのは野暮ってもんよ。まだいける。4番プリモのシーンだが、ここはまだいける。これ随時。これあれ、前さっき清水って書いてあるね。もう一回清水って書いてある。清水、5回無失点。マウスじゃ書けんよ。マウスじゃ書けんよ。清水5回無失点の好投。しかし現在ピンチ。しかしピンチ。ツーアウト満塁。いやー、いいピッチングしますね。完璧。もう十分投げたね。お、ウォーレンが、抑えのウォーレンがこんなところで。まあ多分あんまりもう抑えられない年齢になってきて、この位置に出てきてるんでしょう。清宮2割3分8厘12本40打点。
十分だね。十分じゃないな。2割5分ぐらい乗せて聞いたらもう怖いよ。センターフライ。試合中やぞって書いてある。すごい今書き順したな。いいね。いいねこれ。お、どうしよう。小笠原打席。大事な小笠原打席。まあ、防御率10点なんで、ウォーレンであれば。ひょえ。ああ、惜しかったね。左右左か。ピッチャー交代したら原田かな。ここまで好投を続けてきましたが、マウンドを降りることになります。まあ変えるところないね。まあ変えるとしたら小笠原を、守備固めを入れてもいいけどな。顔が今固まってますね。あれ？あ、動いた。あ、動いた。ウォーレンめっちゃ投げさすやん。さあ、抑えを出しましょう。うちの抑えミラバル。そしてファーストじゃあサードの小笠原に変えて守備の名手。うちで言えば守備の名手、森本を出します。かな？これでいいかな？キャッチャー相川と、まあ、こうだね。ここがどうか、ってとこだけど。まあ、変えておくか、せっかくなんで。で、ショート、田中健介と、東どっちがいいんだろう。まあ、まだ東でかな。はい、ということで、守備固め。最終回見ていきましょう。3点あるんでね。いや、硬い守備を見せております。田中健介。やっぱね、日ハムって言ったらね、結構守備のチームなんですよ。最近はちょっとあれですけど。もう一度ね、まあ、栗山監督というか、まあ、選手ね、若手選手一同はもう一度、ここね、自分たちは守備のチームっていう意識をもう一回しっかり持ってね、一つ一つの守備を大事にしててほしいね。ヒットだね。今ハムのサードって誰なんだっけ。野村？野村はそんな出てないよな、まだね。誰だっけ。お？まあ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 まだ1点取られただけ。ミラバルちょっと信用がないな。ボール。すげえ肩だったな、今の野口の肩。まあ、なぜ田中幸雄で走らせたのかってところだったな。まあ、ヒットエンドランはね、このゲームじゃあんまりうまくいきやすいませんね。あそこもしも走らせなければまだ分かんなかったよね。はい、勝ち。余裕っすわ。余裕ですわ。まあガンちゃんで負けたけど、それ以外はまあ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 順調、順調でしょう。お金も増えてきたし、だんだんこうまあ面白さがなくなってきたな。この
この打撃の、打撃ベスト5の入りっぷり。まあ、新庄が3割8分3厘打ってるってことはすごいね。そんな選手じゃないのにね。そんな選手じゃないというか、そんなパラメータしてないんだよね。なのに3割8分って。不思議。これはね、海外に行った選手の様子を伝えてくれるあれですね。藤本です。それは出してたねっていう。お前全然成長してないんだろ、これ。おい、成長してないだろ、こいつ。送り出したはいいものの。まあいい。いや、続けさせよ。存分に鍛えてくれたまえよ。全然成長してね。増えてないね。特に増えてないね。動きなし。でもこれ球場がね、残りあと27試合出てるんでね。もうあともう少しで、ボロが来るっていう状況ですね。さあ、じゃあまあセーブして、今回はここまでにしていきましょう。いろいろね、試みを新たにやろうとしたんですけど、ちょっと空回りっぷりがね、あれもしなくちゃ、これもしなくちゃってかってなると、ちょっとこう、まあ、マルチタスク難しいですけども、まあいろいろとね、新しいことも取り入れつつ、プロ野球の情報も発信しつつ、このゲームもね、着実に進めていって、多分これね、ゲームとして10年計画なんでね、10年、20年計画なんでね、まあ、気長にお付き合いいただければと思います。ということで、まあ、こんなところにしましょう。まあ、雨なんでね、ちょっと長雨とかでね、いろんな予期もしない災害とかも起こったりしてますけども、まあ、コロナも未だ収束の気配見えずという感じですけれども、まあ、体に気をつけて頑張っていきましょう。ほんなまた。